ようこそ女子鉄の日常へ。酒好き女子鉄こと加古です。今回は上越新幹線で下車したこちらの場所が旅の舞台となります。皆様どうぞ最後まで楽しんでいってくださいね。本日は越後湯沢から12時13分の上越線に乗って土合駅を目指すわけなんですが、まだね2時間くらい時間があるので駅構内でいろいろ遊びたいと思います。早速向かったのが駅のお土産物屋さんを抜けたところにある本酒館。こちらは地域の特産品を提供するだけでなく人と人との交流拠点となっているそうなのですが、何があるのか覗いてみましょう。飲みすぎだろ。本酒館へ入ると早速酔いどれのおじさんたちが出迎えてくれます。ちょっと飲みすぎちゃったんでしょうね。お酒が美味しいですからね、新潟は。こちらはコシヒカリ、すべてコシヒカリのようです。さすが新潟県はお米の産地、コシヒカリだけでこれだけ種類があるとは驚きです。なるほど。本酒館が人と人との交流をコンセプトに作られているのも納得です。なんと駅の中に天然温泉があるんです。新潟は有名なお米の産地。そのため米を原料とした日本酒もたくさん生産されています。こちらでは実際にお酒を投入したお湯を楽しむことができ、毛穴の汚れを取るだけでなく、お肌もすべすべになると評判です。温泉の隣には雰囲気たっぷりレトロな休憩スペースがあります。売店で買ったものの飲食が可能ということで少し休むことにしました。アイスの麹ラテの M で、一息ついてまた外へ出ると越後湯沢幸せを呼ぶ吊るし雛というタイトルの展示物がありました。とてもキラキラとして綺麗ですね。新潟県で吊るし雛を飾るという風習はあまり聞いたことがないんですが、新潟県民の方いらっしゃいましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。先ほどカフェ休憩をしたばかりなのにもうお腹が空いてしまった私。まだまだ育ち盛りです。ランチをする場所もたくさんあってどこにしようか迷ってしまうのですが、たまたま見かけたチラシの米コメンというワードに惹かれ、本日のランチは魚沼ラーメン岩屋さんに決定しました。2人すいません、魚沼ラーメンの辛いすけ味噌ラーメンの、はい、お米の麺で、米粉の麺、はい、米粉で、ありがとうございます。はい、
お腹いっぱいになりました。もうそろそろ出発の時間なので、ワイ駅から戻ってきたら温泉と今週をちょっと楽しもうかなと思います。行ってきます。9時1分発のマックス谷川の1階自由席を予約しました。時刻は今2時20分くらいですね。だから約1時間半くらいまた越後湯沢駅の中で楽しもうと思います。ここだけの話、土合駅よりも楽しみにしていた利き酒に参ろうと思います。残念ながらこちらのお店、16歳未満の方は立ち入り不可となっております。なぜ20歳未満じゃないのか不思議なんですけどね。お店の名前は利き酒番所です。受付で500円を支払うと、このようにコイン5枚をいただきます。こちらのコインとお酒を交換する仕組みとなっています。ありがとうございます。この日は特別に日本酒を1杯サービスしてもらいました。ドアイの強烈な階段を登り切った体に染み渡ります。お酒の飲み方は至って簡単。いただいたおチョコを機械にセットし、そのお酒に必要なコインの枚数を機械に入れ、隣の黄色いボタンをポチッと押すと、自動的にお酒がおチョコに注がれます。部屋の片隅にはおチョコを洗う場所もありました。新しいお酒が飲みたくなったらこちらを活用してください。ちなみにお冷やの用意もありましたので、口直しも完璧です。この日は500円でなんとワイン、梅酒、日本酒の3種類を楽しむことができました。使い終わったおチョコは返却口に戻します。日本酒館で日本酒を、利き酒を行ってきたわけなんですが、本当に美味しかったです。新潟のお酒なんだけど、私何も考えなくて帰ってきて、ドアイからまっすぐにお酒を飲んじゃったもんですから、温泉入ろうと思ってたんですけどね、ちょっとお酒飲酒して温泉って結構ね、伸ばせちゃったりして危険なんで、残念ですが温泉は入れなくなってしまいました。なのでまた駅の外を散策したり、ちょっと甘いもの食べたくなったので甘いものを眺めたりして楽しもうと思います。今度は反対側の西口をちょっと歩いてみようと思います。すごい、ようこそ越後湯沢へ。東口、あ、西口の方が結構栄えてるのかな。なんかちょっと歩いたら楽しそうなものがありますね。これが噂の越後湯沢出たところの足湯か。なんかスーツさんが使ってたような気がするな。入れなかったですから、代わりに足湯でも入っていきましょう。夏場はサンダルだからね、足湯とかも入りやすくていいですよね。
もう少しゆっくりしていたいところですが、まもなく新幹線出発の時間です。本日も最後まで一緒に旅をしていただきありがとうございました。越後湯沢駅は初めて降りたのですが、想像以上に楽しむことができ、大変有意義なひとときとなりました。ぜひチャンネル登録をしていただき、次の旅路へまた一緒に進みましょう。また皆様とお会いできること心待ちにしております。加古でした。